信もしないから楽しいわ。霊夢は悠久で今いないし好き放題できるわ。あいつ DMR 持っててもすぐ死ぬしな。私みたいな正義人が使った方がいいんだよ。こんにちは、レミリアです。今回は、この位置で引きニートをしようと思っております。後ろからとは卑怯なりー。おらとりあえず、包帯巻かないとな。こんなことで死んでちゃ、霊夢をバカにしておけない。弾もあと2発だから、すぐリロードしておく。そんなバカなー。アイムフレンドリー、アイムフレンドリー。おらー。見たか？私に DMR 持たせたのが運の月。二人で一緒に来なかったのが運の月だ。バンディットじゃ誰も輸血してくれないしな。どうしようか。はい、デスポーンで死体から装備回収してきました。やっぱデイジーは一人できついゲームですね。冒頭でも述べましたが、今回はここで引きニートしつつ、武器弾薬庫からの装備流出を止めてみたいと思います。はい、お一人様いただきます。ごちそうさまでした。タイトルがスナイパーのデンパートより、スナイパーっぽいって、いい大人はそういうことは黙っておくものだよ。ここ本当、美味しくいただけるから。スナイパーしたいって人はここ絶好の場所だよ。スナイパーを狙うスナイパーもいるから気をつけてね。あれが武器弾薬箱だよ。霧がかかってて見えないって？仕方ないね。霧を除去してみました。とか冗談言ってる間に、またもやご来場してきましたね。何人乗ってるかな？大丈夫か？私に DMR を撃たせろー。ラグだったみたいだね。降りるまで静かに待機しようね。そういえば前回のタグに安定のラストタグをつけていただいて、初めて私のうちは死しかないのだなと気づかされました。ありがとうございました。ですので今回は、先客が隠れていましたね。まずはこちらの紳士さんからいただきましょうか。とてもひどいものを見てしまった気がする。ヘリ一機で、建物がああなってしまうのですね。ヘリの乗員は二人死んだと思いますが、先客の紳士さんがまだ死んでいないようですね。いました。苦しそうなので、楽にしてあげましょう。ごちそうさまでした。今度はヘリ2機ご来場のようです。とても威勢がいいですね。冒頭のことがあったので、常に後ろが気になってしまうレミリアです。マメヘリがこちらに向かってきますね。作敵なのかな？バレてるのかな？ちょっと様子を見てみましょう。あらやだー、これ完璧着陸してくるじゃないですか。こんなこともあろうかと、FN ファルも用意しておいたのさ。狙うは先手必勝。おや。私に FM ファルを持たせたのが運の月だ。どれどれ。引けてやがるでー。さてと、持ち場に戻ろうかね。飛行機までご来場。そういえば、前回のコネあたりで、アーマ2、CO を購入した方がいらっしゃったようで、デイジーユーザーがどんどん増えていってくれるのは嬉しいですね。スタンドアローン版を待たずに購入してくれる心意気、私は好きです。最初はきっと人は信じるもの、と思うでしょう。すぐに考えが変わります。私も以前は人を一生懸命信じていました。ですが今は、ごちそうさまでした。ということばっかり言っています。ですがパート2の時のように、この世界の中で一緒にサバイバル仲間を見つけられた時の、満足感はとてもいいものですね。話は変わりますが AGE サバの武器弾薬箱って、この場所以外にもあるんですかね？ちょっと前は孤島にあったのに、消えちゃってるし、劇情報も飛ぶ。こんな風に、高みの見物をしつつ、たまにつまみ食いもできるのがスナイパーの特権でありますよね。そういえば、M107 とかの対物ライフルも、武器箱に入ってたけど、ちゃんとダメージ通るのかな？今度試してみたいですね。教えてくれる方がいれば教えていただきたいです。またマメヘリさん来ましたね。このルートって確実にあれですよね。あれでした。もうなんだか、こんな光景が珍しくなくなってきたのも。
よろしくないのかな。このサバって、神風ダメって書いてある気がするけど、やりたい放題やってるよね。サバ缶に見つからなきゃいいって感じなのかな。誰か来ねえかなぁ。お、生きてたのか。包帯巻きご苦労様です。おーっと、ここで第三者乱入。ごちそうさまでした。私の目の前を通るとは、非常識な豆ヘリさんですね。撃ち落としちゃいましょう。おや、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 おやいい落とし始めましたね。あとは落ちていく光景を眺めるのに。ごちそうさまでした。一応確認確認と。生きてるし、デイジーって結構墜落しても生きてること多いですよね。いいねいいね。ふう、ちょっと落ち着いてきた気がする。ヘリとかはまあ、来るんだけども。え、この BGM は逃げなきゃいけないやつだ。ひげ、隠れ身の術。ふう、BGM も消えたし大丈夫だろう。完全狙撃っぽい音だったけど、今回はやりすぎてしまったな。殺されるのもあれだし、そろそろ落ちておこうかね。んなことできるかい。霊夢にバカにされないためにも、私を狙う奴には死を。発砲してきた奴を殺すまで私は落ちないぞ。どれどれ。ほんと、地獄絵図ですね、ここは。こちらを狙ってくる奴がいるなら、これからは慎重に、あまり銃声は立てれませんね。お、武器泥棒がいますね。うむ。ちょっとだけならいいよね。ほんのちょっとだからさ。こいつしつこいな。そろそろ死んだよね。あいつなんだ。狙撃手いないですね。また獲物発見。こんな落ちは嫌だー。ご視聴ありがとうございました。